坊さんに化けたイワナ。昔、山あいを流れる川の上流に、四五人の若い木こりたちが小屋掛けをしていた。ある日のこと、一番年笠のひげ面の男が言った。日照り続きで、淵の水が減っている。明日は寝流しでもしよう。若い木こりたちのことだ。なんだそうすべ、と話はまとまり、早速寝流しの準備を始めた。みんなで河原へ行き、山椒の木を集め、その皮を剥ぎ、それを焼き灰と一緒に大鍋にぶち込んでぐずぐず煮始めた。楽しみよのう。寝流しすりゃ、魚という魚がいっぺんに浮いてきて、答えられんよのう。だ、手づかみで取れる。若い木こりたちは、こんなふうに話しながら笑い合った。夕暮れ時で腹も減った。さて、そろそろ飯にするか。きびだんごがあったな。その時である。不意に物陰から一人の坊さんが現れた。こんな山奥に坊さんが？木こりたちが不思議に思っていると、坊さんは近づいてきて、大鍋の中をじっと見つめた。そして、若者たちを見据えると、低い、押し殺すような声で言った。これは、ねじゃな。若い木こりたちはドキリとしたが、何食わぬ顔で答えた。だ、明日は川に寝流しをするんだ。なんせ、一匹ずつ釣るのは面倒だからな。毒を流せば、魚という魚がみんな取れる。やめなされ。坊さんはしゃがれ声で言った。のう、お前たちが食う分だけ釣るなら止めはせん。餌に誘われて釣られる魚なら仕方もなかろう。だがな、毒を流せば、小魚も根絶やしになる。人間とて、赤子が殺されるのはむごいことであろう。のう、やめなされ。若者たちは顔を見合わせ、しんとした。だな、一匹残らずだものな。すると、中の一人が、坊さんの前にきびだんごを差し出していった。まあ、坊様、座って一つ食べてくだされ。いや、これはありがたい。坊さんは喜んで団子を受け取ると、立ったまま仰向いてきび団子をコクッと丸飲みにした。それを見た男はなぜか体がゾワッとした。飲み込み方がどうもおかしい。そこでもう一つもう一つときびだんごを勧めて、坊さんが丸飲みするのを眺めていた。すると年笠のひげ面が手をたたいて怒鳴った。坊さんの言われることじゃ。明日の寝流しは取りやめじゃ。それを聞いた坊さんはほっとして、よう聞き分けてくれた。いや、ありがたい、ありがたいと、深く頭を下げて立ち去っていった。坊さんの姿が消えると、ひげ面の男が怒っていった。へん、クソ坊主、とっとと失せやがれ。それから仲間たちにこう言った。坊主の言うことをいちいち聞いていたら食うていけん。明日は寝流しをやるぞ。
次の朝、若者たちはまだ暗いうちから起き出して根を縁に入れた。見ろ、この根のよく効くことを。片っ端から魚が浮いてくるぞ。そらヤマメだ。でかいぞ。若者たちは日照りで水の減った淵へ我先に飛び込むと、手づかみで魚をつかんでは取り、つかんでは取った。さあ、もう一つ上流の淵へ行こう。岩穴のでっかいのがいるというぞ。行こう行こう。すると、一番年下の男が小さい声で言った。こんなに取ったんだもの。またにしねえか？殺生だ。何言ってる？女みてえにメソメソするな。さあ行こう。仲間に笑われて、年下の男も思い直し、みんなはそろって川上へと登っていった。川上の淵は薄暗く、静まり返っていた。見上げるように大きな岩と、うっそうとした木に囲まれたこの淵には、主が住んでいると言われ、今まで網を下ろしたものはなかった。さすがの若者たちもぞっとして帰りたくなった。するとひげ面の男がまたでかい声を上げた。見ろ、底なしの淵と聞いているが、日照りで底が見えてるじゃねえか。でっかい岩田がいるって話だ。根の量を増やしてぶち込んでしまえ。仲間が言われた通り根を流し入れると、水はみるみる白く濁り、一匹、また一匹と岩名が浮いてきた。それ、もう一息だ。残った根を全部入れろ。すべての根を流し込んだ時だった。あたりがすーっと暗く陰り、人間の背丈ほどもあろうかという大きな岩名が白い腹を見せてぼかりと浮いてきた。はあ、この岩名のなんとでかいこと。こんな岩名見たことがねえ。若者たちは小躍りして岩名を引き上げるとかますに詰めたが、突っ込んでも突っ込んでも尻尾と腹がでろりと出てくる、それほど大きい岩名だったと。その夜、ひげ面は大いばりだった。見ろ、俺の言う通りにしたからこの大量よ。あのクソ坊主めが。ひげ面はそう言いながら、ピタピタと大岩名を包丁で叩いた。さあ、大量祝いだ。こいつで一杯やるとしよう。ひげ面は、包丁を逆手に取り、岩名の腹を切り裂いた。その途端、中から何かがコロコロと転げ出た。なんだこりゃ。ひげ面は一目見るなりわっと叫んだ。こりゃ、きびだんごでないか。若者たちは集まってきて悲鳴を上げた。あの時の、坊さんにやったきびだんごじゃ。あの、丸飲みされたきびだんごか。あの坊さんは、大岩名の化身じゃったか。みんなが青くなって、だんごを見つめていると、後ろでどさりと、何かが倒れたような音がした。振り返ると、ひげ面の男が、包丁を握ったまま、息絶えておったと。残りのものも、皆気狂いになり、次々に死んでいった。
という話だ。